てなくてね。今日も可愛さと綺麗さがあって無敵ハニャありがとう、そんなことないけど。今日就職のオンライン面接だった、落ちた気がする。もうオンラインなんだ。頑張ってるね、頑張ってるよ、お疲れ様頑張ってるね。結局銀縁も似合う。どう、まあ、いつずっと黒縁メガネをつけてたんですけど、銀縁です。銀縁にね1ヶ月前くらいにしたんですけど、似合う？視力激悪ですね。もうね疲れ果てて結構コンタクトしたまま寝ることとか多いんですよ。悪いんですけどね、それがそれでどんどん視力落ちちゃったりとかしちゃってるのでバカですよね。金縁にするとあられちゃんか、あられちゃんじゃないからね似合ってる、よかった。今日は顔がむくんでないんです。なぜなら何もまだ食べたんだけど、まだご飯を食べてなくて、ちょっとミルフィーユを食べてしまったんですけど、ミルフィーユってなんかこんくらいのなんかお菓子のミルフィーユを食べてしまったんですけど、でもめっちゃ食べたわけではないので、あの今日は、まあ、昨日サラダ生活をするってあの言ったんですけど、今からサラダを作って、サラダだけじゃちょっとあのフラッとしそうなので、お肉を最近買ったので、ご飯を食べるわけじゃないからサラダとお肉だけで今日の夜ご飯を済ませようかなと思っています。でもお肉はその今鉄板っていうかあのホットプレートを持ってるので、そこで焼きながらサラダはみじん切りにして食べようかなと思います。でまだちょっと動く気になれないから、牛だよ、牛です。であとさ、みんなにさ相談があるんですけど、日曜日にジブリ配信をしようとしてたんだけど、日曜日がちょっとお仕事が入ってしまってできなくなっちゃったので、もしあれだったら明日とかいかがって思ったんだけど、急すぎるかな。明日の19時半くらいからいかがって思ってるんだけど、どうですか皆さん。大丈夫かな。ちなみにさ、ホタルの墓借りてきた人いますか。まだいないのかな。ホタルの墓を見ようってさ話してると、明日行く予定にしてた。本当に。そう、日曜日がちょっと何時に帰ってくるか分かんないから。録画持ってるの？マジ？だからさ、ちょっと微妙ちゃんなんで。
じゃあ日曜日に、間違えた、土曜日に蛍の墓見ましょう。明日は静かな配信になってしまいそうなのか、まあ1時間ちょいくらいだから、いつもよりかはまあ短めなのかな、なんですけど、明日、あ、今755で待っとこう。来るってレベルじゃないと思う、本当に。マジか。あ、AKB48 ザオーディションってニコ生でも見れる、ニコ生で配信されるの？生で配信されますか？ニコニコ生、あ、全公演配信されるんだ。なるほどね。プレミアム会員貴族。え、ソロライブも放送されますか？そう、チームメイトの日替わりゲストは春菜愛さんが来てくれます。のセレモニーもやってくれるということでありがたいですよね。そういえば今日リラの動画作ってあげて、嘘を DM で送ってありがとう。行きますね、楽しみ。みんなさ、当たった？チケット、チケット当たったかい？ちょっと待ってのロン当たった？じゃあみんなリラのうちは持ってから来てね。嬉しい、チケット当たったの。みんなランディーってうちは振るか、私の言ってるサイリウム赤と白が私の色のサイリウムっていう風に言ってるので、赤と白のサイリウムこうやって振ってね、見つけるから。想定外に当たりすぎて財布が、他の声も当たったってこと？え、投票してみよう。 AKB48 ザオーディション来るよって人、来るよって人、来るって人が1番で、残念ながら今回はいけないなって人が2番まあ来ない人が2番で、来る人が1番。ではどうぞ。え、どんくらいいるんだろう。まあでも圧倒的に少ないのがまあ1だと思うけど、ニコ生でも見れるら、今日発表されたのかな。あ、でもまあまあ結構1もいる説、1もいる説。
あ、1位いる説。やっぱりね、うちわとかあるとテンション上がるので、レスとかも送りやすくなるし、あれ1位が結構いる説。本当に来る1だよねみんな本当にやってくる、 TDC にやってくる1番だよね。じゃあこの辺で止めます。で、おお、あ、でも2の来れないって方が 58.7% いるけど、1の行くよって人が 41.3%。 結構いるじゃん。思ったより、私15とかかと思ってたけど1が多い。すごい、嘘ついてるやついっぱいそう、やめてよ。まあでも気持ちは行きたいっていうことで受け取っておくね。多いね。そう、 TDC ってさ見やすいよね。すごく3階席からバルコニーとかからも見やすいし、なんかむしろアリーナよりもバルコニーの方が見やすいんじゃないかなって私は思ってるくらい、結構隅々まで見れるなっていう。うちわは何本持っていったらいいですか。うちわは何本でもまあ、自分の気が済むまで持ってきてください。見つけるから。私はさ、いつもさバルコニーの1階の、まあ、見るとしたら関係者席でしか見たことないけど、3階とかのバルコニーとかでもすごいなんか結構見やすいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。駅から近いんだ。駅から直で行ったことはないか分かんないけど、そっか、駅から近いか水道橋ですよね。でも私からすると TDC ホールってめちゃくちゃエモいんですよ。なんでエモいかっていうと、あの2014年の時に最初に、最初じゃないんだけど、まだチームメイト加入して全国ツアーをやる前に AKB の紅白歌合戦で TDC に2014年行ったんですよ。12月くらいかな。その時に初めて TDC に行って、なんかわーすごいみたいな、なんか感覚が残ってるんですよ未だに。だからそこに行くとエモいし、他のアーティストさんとかもさ TDC っていっぱいコンサートとかやってたりするじゃないですか。だからなんか自分もあ頑張らないとなって思えるというか、とかそうリカワで1位取れた場所だし、何かと思い入れが強いというか。390日ありがとうございます。なんかすごく思い出がいっぱいあるっていうか、思い入れがすごく強い。チームメイトの1周年のコンサートも TDC でやったし、結構 AKB48 と TDC って結びつきがすごい強いと思うんですけど、毎年1回はコンサートやってたりとかしてるし、チームメイトのコンサートも結構やったりしてるし、だから TDC って結構すごい思い入れのあるステージなので、だから最後 AKB 人生最後のコンサートで TDC に立てるのはすごく嬉しいですね。もともと JCB ホールなんだっけ、それが変わって TDC になったんだっけ。8のライブ最初に見たのが TDC だって。本当？でもさ結構さ都心の真ん中にあるじゃん TDC って。だからアクセスもいいしさ来やすいよね。だからまあ来る方はねサイリウム2本持って打ち合わせて
できれば私のグッズも掲げていただいて、まあ、基本的に TDC はそのザ・オーディションの、まあ、お芝居というかオーディションのシーンが結構大元なんですけど、ライブもまあ少しだけどあるから、確かに劇場からもね近いよね。待ってます、よろしくね。聞いてもさ、携帯がさとうとうさなんかもう動かなくなってきた、重いのよ。なんかいやもう、9月まで待てないかな、重いんだよね。なんかなんか消した方がいいかなストレージは iCloud に入ってるから全然ストレージとかじゃないんだけど、電源消したりする。でもねあんまね触ってるわけではない。今日も全然、今日ずっと寝てたから一日中今日もそんな携帯触ってないし、 YouTube とかも携帯で見ないからさ、テレビで絶対飛ばして見るからあんま使ってないと思うんだけどね。やっぱり起動とかなんか動きが遅いとか、なんかお願い社長っていうゲームやってるんだけど止まっちゃうとか、なんか重、とりあえず重い。まあでも、 もう待てるだけ待とうかなって。これでさ8月とかにぶっ壊れたらマジで最悪だよね。何が重いんだろうね、何が重いか見てみる。でもストレージ的には結構残ってんだよね。はい。ツイッター、ああ。そう高いじゃん。ただでさ私の機種さ。なんか激高でさ10万円くらいをさ10万円くらいをさなんか月払いで払ってるからさ、大丈夫と信じてる。でもキャッシュ削除で大事ですよね。何しようとしたか。やっぱり iPhone 使ってるから高いですよね。iPhone 高い。
ガラケー、ガラケーはやんないよ。ガラケーはでもね今ね3つくらいアプリ消した。これとかもいらないから消そうと。13出た時の予想金額が18万円でビビってる。18は無理。アハモはねやめれなかったんだよね。なんかドコモに行けなくてさ、今月も一応アハモなの。アハモなんだけどアハモじゃ耐えられないから来月こそは変えたいけどアハモじゃ耐えきれないよ。なんかさ私誰とも電話してないと思うんだけどさ、先月の電話料金がさなんか2000円くらいでさ、電話のみがね、誰と電話したっけ私と思って、なんで2000円もかかってんだろうって。機種変更したいか、格安買えないつもりでいます。格安はなんか何かと不便そうってなってる。高いねでも。ウルトラソウル、いや9月まで待つわいや9月まで待つ、もう待ちます。私は無料通話使わない、もう基本的に LINE 通話だけどね。なんでだろう、通話料じゃなくて動画の月額使用料とかじゃ、いや通話料が2000円でなってた。おばあちゃんと電話したからかな。電話するとしたらおばあちゃんとしかしてないんだけどね。なんか家族割みたいなのなってるはずだけど、アハモに変えたからさ、なんか家族割消えちゃったのかな、わかんない。多分それなのかも。スマホの色ってこだわりありますか。ない、何色でもいい、何色でもいいは嘘だけど、なんかオーソドックスな色なら何色でもっていう感じ。前も言ったけどさ、やっぱり携帯が仕事道具になってくるからさ、変にさあんまり、変にできないのよね。アハモだと家族割りない、だからだ、だからじゃん、うわだからじゃん。おばあちゃんと1時間くらい電話してたけどさ、この前、だからだ。じゃあ多分ショールーム見てそうだから、ばあちゃんがリラからリラにと電話するときリラからかけたらお金かかるから、ばあばからかけてねなるほどね、アハモって家族割も消えるんだ、だからか、だからだ。LINE はやってるけど、やっぱりさ LINE よりも電話の方が気づきやすいじゃん、普通の電話の方が。おばあちゃん LINE 入れてるんだけど、 LINE 電話ってさ、それこそ私もそうだけどさ、気づきにくいじゃん。全然私も LINE 電話よりさ普通の電話の方がさ気づくからさ、だから電話でかけるようにしてるんですけど、 LINE は気づきにくいからね。
からだからか、うわ、もうさっさとどこも行ってこないと。でもね、あの調べたの、アハモ、なんで携帯の話してんだ、なんかアハモからドコモの普通のドコモに変更するって調べたら、なんかあまりにも変更するのが早すぎると、なんかブラックリストに乗りますみたいな感じで書いてて、え、そんな短期解約したらさ、そんなさ、私の場合はさ、すごいギガがさ足りないからさ、元に戻そうとしてるだけでさ、そんなさ短期契約解除したらさ、そんなブラックに、それだけでブラックリストに乗るのって思ってさ、なんか最初からそうならなんか変えなければよかったなって思って後悔してますらしいね。ね、やだ、半年も無理だよ、半年もアハモで私我慢できない。そう、そういうのがあるらしい。ただ単にさ足りないからさ、普通にギガ数がね足りないから元に戻したいだけなのにね、よく考えてからやればよかった。ドコモの契約的には今月で2年目、1回、まあもともとドコモは、まあ、中学生の時から使ってるんですけど、契約をし直したので、まだ新しく契約してから2年だから丸2年だよ、今月で丸2年しか経ってない。そう、だからなんかね、そういうこと考えないで普通に安いからさ買えたけど。au は一瞬したけど、そう、 au は一瞬したの、ドコモやって au やってドコモなんだけど、 au は一瞬したけどね、ドコモなんだよね、やっぱりずっとドコモ使ってるから。靴下見せて一瞬、靴下履いてない今日、結構家にいるときは素足族、支払いはまあもちろんちゃんとしてますよ毎月。へえ、そんなブラックリストになるの嫌だな、悪気があってやってるわけじゃないのにね。まあ、って言ってももう不便すぎるので買えるんですけど不便だから買えるけど、来月はとりあえず親から Wi-Fi を借りてるので Wi-Fi でしのごうかなって思ってるんだけど、最近楽天の Wi-Fi ちゃんがもう電波が悪すぎて Wi-Fi の機能をしてくれなくて、どうしようっていう沖縄は au が多いんじゃない、え、どうなんだろう、わかんない、友達の携帯事情とかあんまわかんないけど、でも確かに au、 親戚とかは au が多いかも。かな、
っていう感じですかね。っていうかさ、私がさ今さ好きな番組がさやってるんだけどさ、有吉クイズ結構深夜、なんかゴールデンで今やってるんだけど、深夜帯から結構やってて、ゴールデンって言ってやってるんだけど、面白いんですよ、面白い。そう、有吉さんのやつ。かまいがち見てないな。かまいがちは見てへんな。あ、そう、今みちょぱさんが出てる新居、すごい、めっちゃ服いっぱい。YouTube とショールームでテレビ見なくなった。なんかテレビ離れして今すごいらしいよね。テレビに真剣になると口開きがちゃう。口開いちゃうんだよね、勝手に。7割くらい見たいとか。私は結構テレビっ子なんで、 YouTube ももちろん見るけど、テレビつけてる割合の方が多いかも、 YouTube よりも。昔ほど YouTube そこまでみんなよん、あんま見てないかも。これ特定の人しか見ない。見るのはバラエティーが、まあ、最近はバラエティーかも。バラエティーとかやっぱロンハーがめちゃくちゃ好きなので、私はロンハーに出てる人が好きなのかな、多分芸人さん。有吉クイズもロンハーに出てる芸人さんが普段いっぱい出てるから、有吉クイズもたまにしかやってないけどすごい好きです。日テレも全然見る。最近しゃべくりセブンとかもなんか 見ました、 Hulu で。なんかね、笑いたいんだよね、きっと。最近はドラマ見てなんかキュンキュンしたりとかハラハラするよりもバラエティ見て笑いたいんだと思う、多分私は。あ、ね、さっきあつしさん出てたね、嬉しく。情報に飢えてる。情報？あんまニュースとかは最近見れてないかも。でも前は結構ニュースとかいっぱい見てたんだけどね、なんかあんまニュースとか最近見れてない。日焼けサロン、
ムスキップできるかって録画で見ることないの、うん、TVer とかではよく見てる。今テレ朝のサブスクテラサってやつに入ったから結構なんかサブスクで見てます。テラサで見ておる今は。今日はユーチーが事務所で配信、ユーちゃんのショールーム覗いてみよう。いやお腹空いたな、そろ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 作ろうかな。ロンハーさっき見たショールームやる前に普通にしーちゃんだった。こんにちはとコメントした。気づくかな。無視するんだって言われてる。会えれば会えるやん、言っといて。そう、ピノちゃんの生誕祭だったっけ。のファイナル見たけど卒業がもったいない。なんかありがたく本当卒業するのもったいないとか、いやなんか最近なんかいいなって好きだなって思ったのに、なんか卒業しちゃうのとかいうのがなんか本当に多い気がします。なんか最近ありがたいことで、なんか劇場を見て好きになったとか、ライブ見て気になりましたとかいうコメントというか DM とかでも来たりするから、僕も最近気になり始めたのに残念。そう、最近気になってきましたみたいなのが多い。でもあれ、私グロスどこ行ったっけ。まあ今後お会いしてください。じゃあ DM は見れる、いいねとかはできないけど。いやそろそろご飯食べようかな、お腹空いたわ。お腹すぎた。ピヨーと。
ということでサラダを作って、サラダを作って、髪結ぼう。うん、マジでお腹すいた。キッチンで作らなくてもここで包丁持ってきたら切れるので、とりあえず具材だけ持ってきます。よし、髪の毛を結んだということで、ひどい DM とか来ないです。ありがたいことに優しいファンの皆さんに囲まれてるから来ない。ということでサラダも、あの具材持ってくる。ちょっともう何がどこにあるか分かんない。はい、レタスとアボカドちゃんとサニーレタス、なんか腐ってそうだけど大丈夫だから。なんかさ、キャベツってさ水に浸るとさ、キャベツじゃないレタス、なんかいや、キッチンでやった方がいいかなこれ。キッチンでやった方が良い説。結局キッチンで大丈夫かな。
野菜はキッチンでやる。明日の分のサラダも作っとこうかな。最近さ、めっちゃ落ちてくんだ。みじん切りにします。超みじん切りにするよ、私は。なんだから明日の分もさ、作っとこうかな。1日くらい冷凍してた、冷蔵庫に入れてたって別に食べれますよね。今はレタス、サニーレタスを洗ってます。サニーレタスと普通のレタスを切って食べるので、サニーレタスちゃん洗い中。生えてる時は水好きなのにね。確かに確かにそうだね。よいしょ、とりあえず全部切ろう。なんかぬるぬるしてると腐ってんのかな。よいしょ、今日みじん切りできました。明日の分も作るから全部切ります。なんかもう全部さ、切っとかないと食べれなさそうだからさ、明日の分作る。みんなは何食べたっけ？何食べましたか？夜ご飯。餃子いいの。餃子食べたい。では今からサニーレタスちゃんを切っていきます。こんな感じでいっぱいあるんだけど、これをとにかくみじん切りにしていく。いや、肉に分けて切ればよかったかな。とにかくみじん切りにしていく。ではいきます。もう適当でいいのよね、本当に。適当にみじん切りにしてきます。刻む、そう、チョップドサラダは本当に刻み込んで食べるので、刻みます。するこれでもかってくらい刻む。なんかちゃんとね、チョップドサラダ専門店のサラダをなんか食べたことがあるんだけど、本当にそんなに刻むんだってくらい刻むんですよ。でもめっちゃ刻むから食べやすいの、すごく。やっぱりね、もう気づいた最近。なんかさ、ジャンクフードとかさ食べ過ぎるとさ、寝起きもさ悪くなるっていう風にさ言うじゃないですか。だから
ぱり健康志向で。クリスプサラダワークスとかめちゃくちゃ刻んでるよね。そう、私がね、そう好きなサラダ屋さんがその行ってくれた、書いてくれたクリスプワークスっていうところなんだけどね、高いんだよね一応。だからお家で自分の好きなものを入れて、キャベツの千切り、そうね、キャベツの千切りくらい、キャベツの千切りくらいというか、なんかなんかこういう感じ、本当にもう何切りみたいな、何みじん切りみたいな感じです。満足いくくらい切る、切った方が食べやすいから。いいかな、もう。ドレッシングも絡みやすい。今のところシーザーで食べてます。なんか本当にさ、レッスンある時とかもさ、自分で持ってって食べたいくらいマジで好きです。今いいかな、もう。よいしょ。じゃあ皆さんに切ったところ見せます。じゃん、もうこんな感じで本当に超みじん切りで、でとりあえずこちらをお皿に入れます。水気を切ってお皿に投入していくよ。よいしょ。こういう感じで水気を切りまして、水気を切ってお皿に入れます。すごい、なんか汁が緑に赤い。めっちゃ水出てくる。でもさ、レタスとかって半分が水っていうじゃん。だから当たり前だけどさ、こんなに刻んでるし水が出てくることは。やば、超出てくるじゃん。ただただサラダをというシュールな配信で、めっちゃ水すごい、もう色が緑。はい、
じゃあ次は普通のレタスを切ります。今はサニーレタスを切ったので、続いては普通のレタスを切る。なんでサニーレタスも普通、何もいじってないのに怖くない？誰もいないよこの家、私しか。なんかさ、レタスとかをみじん切りでやってたらいいのに。なんか接触不良とか起きたのかな。怖っ。誰かいんのかな向こうに。怖いんだけど。やばい、はみ出しちゃう。はみ出す、はみ出す。もしもランリーが彼女だったら配信ですよ、これ。欲しいよ、みんな。よいしょ。頑張って切ってるな。よいしょ。もういいかな。よし、切れた。こんな感じでもう一個のレタスも切りました。よし、入れる。すごい、なんか大盛りになった。よーし、レタスは切れました。めっちゃ汚い、やばい。レタスでレタスまみれになってる。あー、いや、後で片付けるとして
レタスって意外と切るの大変だな。まあ、手間はかかりますがその分美味しいよということで、続いてはアボカドちゃんを切ります。で多分すごく旬な、まあ、2日前に買ったアボカドなんですけど、結構もういい感じになってきてると思われ、パカーンするよ、パカーン。種を取って、皮を剥ぎ取ります。アボカド大好き。よいしょ。皮を剥ぎ取って、森のバターですよね。切ります。うわ、もうなんか柔らかい、めっちゃ柔らかい、バターみたい本当に。超柔らかい。アボカドを切ったので、うぅ、とりあえず1個目入れる。よいしょ。やば、柔らかすぎるんだけど。アボカドはみじん切りっていうよりかはなんか四角く切ってる、四角くなるように切ってます。本当にアボカドがあるのとないだけで全然変わってくるからさ、食べ応えがね。よいしょ。もう手際悪いな私、なんかゆうちゃんが作った方が手際が良い。長い、なんか細かいんですよね私多分、何事に関してもこうこだわりがあるときね。まあいい部分でもあり効率が悪い部分でもありますよね。いい方法ないかな。よし、切れた、アボカド切れた。さあ汚すしさまわり。よし、アボカド切れました。アボカド入れてきます。よし、で、あとはリンゴとトマトとチーズですね。まだまだ終わりません。まだまだ終わらん。チーズどこ行ったかな。
チーズと、あ、やっぱ落ちる落ちる。チーズとリンゴとトマト。トマトの。トマトは半分だけ切る。トマトは大好き。1日1パック食べたいくらいトマトは好き。最近トマト安いから嬉しい。嫌いな人ってさ結構多いと思うけど、皆さんは食べれますかトマト。うわめっちゃ汁出た。待って待って、すごいリコピンちゃんがいっぱい出てきちゃった。苦手な人多そう。トマトって何が無理なの。味結構さ、ユーチーはさタコとか入れて食べたりしてたけど、タコ入れてごま油で食べるのも美味しかったな。サラダよし、トマトいっぱい効いた。トマト切ったから入れます。ぶち込むで。やばい。うわ、もうダメだ。汚い汚い。身の回りが。よいしょ。次はリンゴ。リンゴちゃんはピーラーでまずは。置いていく。包丁では私できないので、ピーラーで皮を剥ぎ取りますが、このピーラー使いにくいな。やばい、使いにくい。このピーラー怪我しそう。そう、リンゴはね入れると美味しい。ねえ使いにくい、怪我しそう。でも包丁で切れない。うー
苦戦中なのけど、コツは掴んできた。食べたい。よし、オッケー。一応頑張って切った。リンゴは結構切ること、リンゴは好きなので自分で普通に実家にいる時とかでも食べてたから、リンゴは切れる。リンゴも四角く切っていきます。見て、ちゃんとね、こうやってねできるんだよ。私もよいしょ。もう広いキッチン欲しいね広いキッチンが欲しいわ。よいしょ。はい、四角く切ってます。みじん切りとまでは、みじん切りにしたらさ、リンゴジュースになっちゃうからさ、汁だけ出て程よく切る感じ。でもあんまり切りすぎるとさ、なんだこれ味なみたいなのも嫌だから、結構大きく切っちゃってもいいかもね。なんかさ、全部簡単にみじん切りにしてくれる機械欲しいな機械に頼る。リンゴっていくら入っててもいいから、ね、待って今何時？待って、メール送りたいな、そろそろ。でもあとリンゴ切り終わったらチーズ切るだけだから、余ったリンゴはデザートとして食べます。やばいやばい、メールは送んなきゃ
待って、ゆうちゃんすごい手際いいな。リラなんでこんな時間かかってんだろう。よし、もう少しリンゴ。手際がいい女になりたいですね、これは。でもね、やっぱどうしてもねこだわりがあるんですよ。細かく切りたいというこだわりが。よし、リンゴ切った、入れます。あー、時間がかかる。でもさ、結構意外と量が多い意外と量が多い。やばい。あとはチーズを切ったら終わりなんですけど、チーズはすぐ切れるからパパッと切っちゃおう。その前に残りのリンゴを切る。ビビたるものだった。急げ急げ。やカマンベールチーズトマト、待てな、カマンベールチーズを2つ使って。今何分ですか皆さん。でも焦るとそれこそ失敗するので大丈夫と自分に言い聞かせ、54分なら大丈夫かもだ。切ります。サラダにこんな時間かかるってやばいよね。でもまあやばいとは言わず、よしできた。とりあえずサラダは完了。チーズできたできたできた。はい、一旦戻り。えじゃん、ダメだ、ちょっと、なんだっけ、サラダ、今日は何曜日だ、金曜日か。
58分余裕そうですね。送ったー、送りました。ヒス、かわいいでしょ、かわいいでしょ。ということで、ということで、そろそろ実食の時間です。つけすぎた、つけすぎた、ちょっとつけすぎて唇ババアみたい、ちょっと。肉は今から焼くよ。お肉のプレートにお肉焼くやつです。ちょっと衛生面が心配なので一度鉄板を洗ってきます。コンセント挿して使えるやつだから。これだけ一瞬洗ってくる。よし、皿を洗ってきましたので、ふめてふめて、この鉄板に置きます。で、お肉
だとシーザードレッシング。ミルクティーだ。ちょっとタレがもう切れてるので塩コショウで食べます。めっちゃ誰からだ？タレのやつとスプーンでチョップのサラダを食べます。はい、誰ですか？ちょっと忙しいわ。何食べようかな。お肉全部食べるっていうのもある。豚肩ロースかマジで豚肩ロースかね。ネギ塩があるの。ネギ塩焼き、ネギ塩トントロか豚肩ロースがあるんですけど、豚肩ロース食べよう。焼きたいと思います。お箸持ってくる。待って、やばい、いい匂いすぎる。見て、みんなにさあ、ちょっと美味しそうだから見せます。最近買ったんだよね、お肉。見て、豚肩ロース、味ついてるから、なんか別にタレとかつけなくてよさそう。豚肩ロースん？肩ロース、豚肩ロースね。ではいきます。少し窓は開けて、分かった。なんか一個ずつ焼けばよかったかな。一気に焼いちゃった。まあいいか、まだ開けました。じゃあシーザーサラダをかけて、サラダもチョップドサラダも混ぜます。今日初ご飯だからね、私お腹空きまくりです。ちょっとさ、チョップのサラダさ、冷静に作りすぎたから、もう皿から溢れ出そう。もうもうもう、一気に食べてもろて、おお、使いこなしてるやん、もろてを。やばい、サラダ作りすぎたわ。ちょっと3等分とかにすればよかったな。お肉足りなかったらトントロも食べる。お腹空いてるのか。もうちょっと、
明日の自分の分も作ってたんじゃないの。作ってたけどなんかも3つ作れたなと思って、だから多すぎる。冷静に冷静にね、多いんよちょっと。だから2食分作ったけど3食分作ればよかった。とりあえず食べてみます。ほら見て、やばくない、山盛りすぎるの。冷静に、まあいいや、いただきます。うん、うまっ。クルトン欲しい、クルトン。ベーコンとか入れてもあ良さそう。うん、まっ。うん、もあのね、好きなものしか入ってないから本当に美味しいんだよね。めっちゃ刻んでる。時間かかってたら普通にさ作るのも遅かっただろうし。うん、うん、リンゴとアボカドとチーズもすごく熱っ。あっち熱っ、あっち熱っ。やばい。わ、お肉もいい感じ。あ、ちょっとこれ取ってる。お前たこ焼きみたいなことしてる。ごめん、ちょっと。こっちが、こっち。おいしい。ミルクティーも冷やしすぎて凍っちゃったけど、食べます。飲みます。うん。ま、うまいけど、こ。ちょっと時間かかったけど作るの最高や。ちなみにメール来て、あ、よかった。うん、うまい。もういい感じかな。なんか油がすごいか、油つけなくても勝手に、油入れなくても勝手に油が出てきてる。あげよう。じゃあ今見れてないと思うからストーリーにあげて、こんな感じで食べてるよって。一人で焼肉パーティーしてるってなってた。ということで、やばい、いい感じにお肉も焼けてきた気がするんで、食べる。
油入れなくても本当に油が勝手に出てきてる。ありがとうございます。いただきます。うまい。見たストーリー。では肩ロース、味付け肩ロース食べます。いただき、うん、ちょっと焦げちゃったけど、うん、うん、うまっ。うまっ。肩ロースってこんな美味しかったっけ。美味しい。本当にリアって肉好きなんだなって思う。マジうまい。毎日このご飯でもいいかも。たまに魚を入れたりして。タレはね、いつものがないから塩コショウ入れてます。うまい。シンプルにうまい。さっきマナーモードオフにしてからめっちゃ通知来る。おいしい。ごめんね、食べて作って食べて。マジで待って、手がめっちゃあの草の匂いがする。あ、いや、ショール、あ、いや、755でジブリ配信明日に変更しますって言ったっけ。
ってないじゃん。よし、お知らせした。幸せ。ラストカタロール配信会ですね。なんてラストにしないでラストにしないでよ。ラストじゃないかもしれないんだから。片付け大変だな、これ。私もキッチンの周り見せてないけど、キッチンの周りがすごいことになってる。マグロマ、うん、勝手にラストにしないでよ。すごい、めっちゃ荒らしてきた、やばい。荒らしに荒らしまくってきた。草がいっぱい落ちてんのよ、向こう。ラストじゃない、これから。そうだよね、これからだよね。あのさ、昨日さ、ミルクティーをさ、間違えてじゃないんだけど、でもちょっとしたら出そうと思ってたんだけど、冷蔵庫にね入れてしまったからね。あれなの、凍ってんだよミルクティーが。シャリシャリミルクティーになってる。してくれたんだよね。もうめんどくさいから、まあ、潰した。結構なんかシャーベットみたいになっちゃう、シャーベット。急に冷やそうと思って冷凍庫入れて忘れたようになる。そう、それが言いたかった。それなの。シャーベットになってない？さっきさ飲んだらさ、めっちゃさ濃かったからさ、味が。ちょっとすごいね。でもミルクティー凍らしてさ飲むの初めてだけど、どういう味するんだろう。美味しいかな。そう、最後薄いの嫌じゃん。
程よい味にしたいからさ。抜けるとこまで潰したいよね。まあ、でも若干シャーベットっぽくなってきた。もうちょっと溶けてくれたら嬉しいなって感じ。確かに明日の朝までまでも完全にもうなんか大丈夫そう。でもお腹いっぱいになった気か。早くね。アボカドってさ、肌良くなるらしいよ食べたら。アボカドってどんくらいあるんだろうカロリー。アボカドカロリー。うん、でも高いよね普通に。ビタミン E がいいんだ。野菜だからすぐにお腹すくよ。確かに一回冷蔵庫入れるのもありだな。また後で食べるのもあり。とりあえず後で食べようかな。またお腹すいた。とりあえずお肉食べよう。4つあるよ、あとお肉。量が多いんだよね、ただ単純に刻みすぎたのよ。暑い。今日はさ、一日中雨降りだったんだね。ワイルドだろう。10時過ぎから見てましたが、前半にお知らせあった、すいません。あった、ジブリ配信なんですけど、日曜日の18時からっていうのを最初予定してたんですけど、ちょっとお仕事が入ってしまって難しいので、明日の19時半から、明日の夜の7時半からに変更したので、前みんなで蛍の墓を見ようってお話ししてて、もう急に明日にしてしまってごめんなんだけど、ごめんなさいなんですけど、
借りてきて7時半までに借りてきてくれたらなって思うのでよろしくお願いしますっていうお知らせ。美味しすぎる。うん、明日の7時半からよろしくお願いします。みんなで泣きましょう。みんなで泣きましょう。何回目ぐらいだろうね、ジブリ配信する。食べ放題の焼肉屋とか行かないの？行くよ全然。まあ、1ヶ月近く行ってないかも。でも最近ジンギスカンは食べた。サーモンユッケ食べたい。サーモンユッケね、食べたいね。8作目かな。どんくらい見たんだろう。ねえ、今さ緊急事態さ伸びちゃったからさ、皆さんもそうだと思うけどどこにもね食べれないじゃん。食べれるとしても本当に夕方の5時くらいに行かないと。ラム肉意外とうまい。食べてみたい。なんか最近さ、まあ、私一番牛が好きって言ってるけど、なんか他にもいろん誰ゆうちゃんの iPad かしら。ゆうちゃんの iPad ですね。ジンギスカンってラム肉では？そうなの？ジンギスカンって羊だよね。よくわかんないけど。さあ飲んでみるか、このミルクティー、ミルクティーシャーベット。トントロはまた次回だな。うん、うまっ。おいしい。馬の焼肉は熊本で食べれてないけど、馬肉じゃない、馬刺しは食べてよ。おいしい。うまい。美味しいっす。
すごいすごい。お肉一つ食べて終わり。お腹いっぱい。すごい油さ、本当に1ミリも入れてないのにさ、めっちゃ油出てきてる。よかった油入れなくて。入れますか？私入れない派かもしれない。勝手に出てくるから。あ、そういえばさ、みんなからさいただいた松坂牛申し込んでよ。昨日多分ね1週間後ぐらいに届く。ごま油入れるの？楽しみや。ゆうちゃんってもらったのかな。ゆうちゃんってもらったのかしら。うん、教えるね、松坂牛配信の時。ゆうちゃんもらったのかな。一人で食べきるの。でも 200g しか入ってないから多分一人で食べれるよね。ゆうちゃんと一緒に食べるけど。多分ね、みんなもらってる時期は一緒だと思うけど、なんか早く達成した人からとかじゃなくて、私の他にもそのもらってる人いたけど、ゆうちゃんと一緒の時にもらってないから、私はもらったのかなっていう話。あ、普通にあのギフト券をね、マネージャーさんからもらったかなっていう話。せめて300は欲しいよね。200って一瞬じゃない？だって普段さ、いきなりステーキでも300は余裕で食べるのに。でも初松坂牛な気がする。違うかな。え、いくらくらいするんだろう、調べよう実際に買うといくらぐらいだろう。4000円だって調べるもんじゃないと思うけど、サイコロステーキ 200g で4000円。高い。高級品ですね。 200g 4000円なんて高級品すぎる。高いね。高いが
それくらい美味しいってことやな。でも A5 ランクって肉大体一緒って言うよね。大体一緒？800円のパック5つ買うの。それ食べるとき何を準備しておく？ん？誰が？みんなが？みんなが準備するのはホットプレートあるいはフライパンで自分の好きな肉を用意してもろて私たちと同じ松坂牛が食べたい方はおしゃべりつけて食べるのも美味しいよね。大人でね、私はすぐ食べれないから。ラスト肉、あーお腹いっぱい、ごちそうさまでした。お腹いっぱい。本当はまた次回食べる、残ってるけど。すぐ片付け。ごちそうさまでした。もう疲れた。ああ、ゆうちゃんの中華スープ食べたいかも。ゆうちゃんのスープ食べ飲みたい。やばい、油すごい。見えないか。あいじゃん。ひき肉って焼肉のタレ食べない。私は焼肉のタレでいつも食べます。なかったら食べないけど。あんまり美味しい美味しい言うから闇に出てきた。マジ？すごいね。マジうまいよ。だってこの前さ、結構大量に作ってくれたと思うのにさ、美味しすぎてさ、一瞬で食べきった、飲みきったもんね。ということで、そろそろ歌を歌います。お腹いっぱい。長いバーイ。お腹いっぱい。食べ過ぎたかな。
ら恋人になりたい、本当は恋人になりたい。ということで、好き好き好きを聞いていただきありがとうございました。めっちゃ好き。多分普段から見てくれてる人は私がこの曲をこの曲を好きなことが分かってると思います。ということで、もうお腹もいっぱいでして、もうお腹もいっぱいですので、そろそろこの辺で終わりたいと思います。ということで、ランキングを読みます。13位元気 TH2 号とマークチーム沖縄、ありがとうございます。そして12位がとりあじさん、ありがとうございます。そして11位がミリアちゃん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がトシさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がフミパウさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位が右腕ドラゴンさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がフミさん、アットマークラリルレリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がズーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がミンチャーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がアイスカフさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がオノピョン、ありがとうございます。そして1位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。パということでね、皆さん見てくれてありがとうございました。今日もね、今から洗い物してできます。ということで、明日はジブリ配信が7時半から予定しているので、ぜひホタルの墓皆さん借りてきてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日も見てくれてありがとうございました。この辺でバイバーイ、仲いっぱい、バイバーイ。